フジワランドです。さあ今日はお休みなんですけども、ちょっと家族でいろいろしようかなと思っているところでございまして、一個チビランドちゃんにとって大きなことがございます。今日は何するんですか？今日は髪を切りに行き、髪を切りに行きます。チビランドちゃん今髪の毛かなり長い。髪の毛どこまであるの？ここお尻ぐらいまで、はい、あるんですけど、どれぐらいまで切るんですか？うん、肩のちょっと下ぐらいまで切るということなので、一緒に出かけて、髪を切ったりご飯食べたりおやつ食べたりそんなことをしていきたいと思っております。顔しちゃうよ。そんなただの休日ですが、よろしければぜひご覧いただきたいと思います。私も入れてよ。はい、嫁ランドさんももちろん行きます。はい。そんなただのお休みの日でございます。お付き合いください。じゃあ行きますか、チビランド。行きますか。食べてから切る、切ってから食べる、うん、お昼何だったよ。だから言ってるじゃん、スパゲッティだよ。スパゲッティ、はいはい、わかりました。登録してくれよ。じゃあ髪を切りに来ました。はい、行きましょう。シミュレーションしてる。楽しみ？同じとこ。やったじゃん。鼻が出ちゃってたよ。ドキドキ。ドキドキするね。1年ぶりぐらいでしょ？その時前髪を短く切ったから前髪を伸ばそうって言って伸ばしてたんだよね、うん、そしたらプリンセスに憧れちゃって、はいはい、後ろの髪も切りたくないってなっちゃってずっと伸ばしてた、うん、もう何回も今だって髪の毛、風呂上がり乾かしたらなかなかかからないもんね。そう、汗だくなるよね、うん、で、あと自分でおトイレに行くようになったから、うん、ちょっとおトイレの中に入りそうだなと思って。なるほど。長すぎて、はいはい、ちょっと支障が出てきたので、うん、短くしようと。いいじゃないですか。まあもうほらアリエルのドレスも着て、はい、プリンセスも堪能したことですし、うん、じゃあママしか付き添いは一人しか入れないの？パパが入ってもいいよ。いやママが入ってて、マスクさん
して髪の毛切るの。気持ちいい？緊張してるんですか？久しぶりだもんね、切るのね。全然喋らなくなってるじゃん。あ、笑った笑った。どのぐらい切りますかって聞いてくれてる？カッコぐらいまで切って平気？ここまででいいの？もうちょっと短くなかったっけ？いいの？じゃあ一回切ってもらってまた相談する？肩のちょっと下ぐらいでしょ？あ、しますします、はい、結んだり三つ編みとか肩より下ぐらいが。そうですよね。はい。あ、そうだね。じゃあこれぐらいまで切ってもらおうか。ね。うん。前髪なしでとりあえず大丈夫です。結構バッサリ切るね。じゃあちょっと切っちゃいますね。切るよ。このライバーで切るね。バイバイだね。バイバイ。あー、すごいね。こんなにバサッと。短くなってきたね。急にお手手出さないよ、お姉さんハサミで切ってるからね。分かった？うん。
お手手下ろしときなさい、危ないから。いいじゃん、かわいいよ、それぐらいのが。うん、そう、三つ編みもできるよ、編み込みもできるし。はい、ちょうどいいです。はい、ありがとうございます。カーカスちょっと持ち上がりますよね。はいはい、はい、短くなった、よかったね。上手、すごいな、めっちゃ可愛くなってるよ、可愛い、リタメント面抜けつきます。はい、すごい、可愛いね、できたー、素敵。後ろも撮っといてあげるね、後で見な。あ、いいじゃん、どうですか、頭は軽いですかすごい可愛いよ。チャンネル登録よろしくね。どうですか、いい感じ？あ、そんなの出たの？ガチャガチャさせてくれたんだ。よかった。後ろ姿が違う子みたいだよね。本当本当。ほら、とっても可愛い。よかったね。サラッサラ。嬉しそう。嬉しそう。よかったよかった。じゃあお昼ご飯食べ行こう。食べよう。登録ボタン押してね。はい、ということでお昼はお寿司を食べに来ました。おいしそう、どえらい、はい、最高に美味しそうです、はい、いただきましょう。ヒラメの塩レモン、これはどうですか、美味しいですか、
チーズみたいなのかかってる。このまま食べるの。うん、めっちゃ美味しい。マヨネーズや。エビマヨみたいな。なんか酢飯が美味しいね。炙りエビマヨ。うん、でこれサーモン食べるの食べそうだよ、ね。サーモン食べてみる。なんで？シャケシャケだよ。ちょっと食べてごらん。どうして絶対美味しいよね。いくら3つも食べ過ぎだからね。そう、いくらパパに買う。やだー、ダメ、うん、多すぎる。やだやだ。そうも食べた。これ食べてごらん、絶対美味しいよ。醤油つけてよね。醤油とご飯と。パパのサーモンもある。それまだないよ。これ上塩かかってるからね。美味しいでしょ。だってさ、鮭好きなんだから。そうなの。でも三つ編みとかできないままぐらいの深いから。お塩ついた。美味しいね。チャンネル登録よろしくやっといて。さあ、じゃあお茶しましょう。テイクアウトしてお茶したいと思います。あらららあらら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 、うん、美味しいよね、ここ。うまい。美味しいね。はい、パパが珍しく甘いものを買いました。お酒をやめてから甘いものをよく食べるパパです。シビランド食べる。うん、美味しいでしょ。じゃあパパのもらえば。パパのもらえば。え、食べるの。食べるの？かけちゃうよ、じゃん。うまい。おいしいよね。ここ座るんですけど。なんて言ったっけ、これ。ビニエ。まあ、ビニエというらしいですけど。シュークリーム。シュークリームですね。H&M で服みたいな。違うよ、アクセサリーだよ。
ヘアゴムとかさ。じゃあちょっと H&M。その後はちょっと YouTube の買い出しがありますので、そっちに行きたいと思います。ということで本日もお付き合いありがとうございました。バイバイ。バイバイ。みんなでバイバイ。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ダメよ。言ってください。ダメ。チャンネル登録やら